みちわです。いえもん、お、忍者飯買った。お、ありがとうございます。嬉しい。でもそう、今日はこの1時間、今日は4時半までやらせていただくんですけれど、あのグミが私大好きなので、グミを食べて、あの食べて楽しむっていう配信をしようかなって思います。この1時間は。あとこれグミニケーションですね。グミニケーション、皆さんとグミニケーションをしたくていっぱいグミ買ってきました。グミ配信します。であとこれ明日の配信の時間書いたんですけど、貼るやつマスキングテープ忘れちゃったから貼れない。売ってやるしかない。こんにちは、ありがとうございます。ちょっとグミニケーションする前にこの残りのツナマヨを食べてもいいですか。よし。すいません、入れすぎちゃった。美味しかった。すいません、お待たせです。ではグミニケーションをしていきたいと思います。グミニケーション、グミニケーションってグミのコミュニケーションなんですかね。なんかちょっと意味がまだ把握しきれてないんですけれど、日本グミ協会さんからグミニケーションしましょうって言っていただけたので、グミニケーションを今日は見てくださる皆さんとするべくグミをいっぱい買ってきました。あとそうだ、 SMS 認証、これさっきも何度も言っているんですけれど、もう一回、SMS 認証をなんかその皆さんがしてくださらないと、せっかく応援してくださってもそれが無駄になってしまうみたいなので、あのホーム画面じゃないや、このショールームのホームみたいなところから左上の3本線を押してアカウントの設定みたいなところに飛ぶと SMS 認証ができてるかどうかが分かるみたいなので、電話番号をこう入れて認証するやつみたいです。電話番号を入れた記憶がないなっていう方はぜひ確認していただけたらありがたいです。よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。じゃあグミいっぱい買ってきたから一回見せてもいいですか。いっぱいある。まずこれはもう食べかけなんですけど、これはグミサプリ、ゆうはみ格闘さんのがコラーゲンをグミで取ろうみたいなやつらしいです。あ、たけぽんさんありがとうございます。くまさんありがとう。でなんかこれ1日に2粒らしいんですけど、なんか美味しくていつも5粒くらい食べちゃいます。絶対ダメだけど。はい、で次これハイチュウ、グミじゃないんですけど、グミコーナーにあるから、ハイチュウって美味しいじゃないですか。だからあの
美味しそうだなと思って買いました。なんか粒がちっちゃくて食べやすそうな感じお仕事中にこっそり見てます、ありがとうございます。こっそりソフトキャンディーですね。これはいろんな味が入ってます。4つの味。はい、では次、次はずんだシェイク味グミ。これ初めて見て、皆さんこれ食べたことある方いらっしゃいますか？ちょっとなんだろう、興味本位でこう美味しいのかどうなんだろうと思って興味本位で買ってみました。え、それ結構ずんだだよ。え、そうなんですか、すごい食べたことある。お、やっぱない方多いですよね。私も今日初めて見かけて、お、クマタワー2つ目ん？あ、プラザさんだ、プラザさんありがとうございます。いっちょずんだシェイク味、ちょっと興味があったので、こう皆さんの前で一緒に食べようと思って買ってきました。もう一個がこれ、この前これはカイリーが食べてて、あの美味しそうだったから自分も買ってみました。はい、なんかシャリ、なんか結構新しめのグミらしいです。で、あとはこれもうずっと昨日かなくらいからずっと言ってるんですけど、コロロのメロンのやつ、もう本当にこれ昨日か一昨日だっけ、あれ昨日か、昨日初めて食べて美味しすぎてまた買っちゃった。もうこれ多分何袋目だろう、5袋目くらいメロン美味しいです。全部食べれるの？全部はちょっと今日は無理なんですけど、今日は全部のやつをこう一個ずつ食べて、あの美味しいねってみんなと共有したいっていう回です。アタックさんありがとうございます。共有する回なので、これは時間をかけてゆっくり消費していこうかなって思います。はい、でもう一個がこれコロロのシャインマスカット味、美味しそうじゃないですか。コロロってなんかプチッと食感が美味しいから、ブドウってすごい相性がいいと思うんですよ。あ、プロミスドスターさんありがとうございます。だから、え、見たことないですか、シャインマスカットは。あ、シホッピさん、あ、タワーありがとうございます。シホッピちゃん、これはい食べます。あとはこれ神セブングミっていうのを見つけまして、なんかこれはなんか神セブンってちょっとなんだろう、親近感というか、こう AKB48 としてなんかちょっと興味を持ちました。 AKB 組を、あ、プラザさんありがとうございます。そうなんです、 AKB ですよねこれ。なので買ってみました。何が神セブンなんだろうって思ったら、なんかフルーツの味、なんかフルーツの味らしくて、このフルーツミックス味らしくて、そのなんか神セブンのフルーツがミックスされた味なのかなっていう想像です。でもセブン7個も集めちゃったらなんか一個一個の味わかんなくなりそうフルーツ総選挙、あ、なるほど、ここにフルーツ総選挙2024全国ご当地組総選挙って書いてあるんですけど、なんか総選挙で勝ったその神セブン、すごい AKB48 みたいなんか総選挙でちゃんと勝った神セブンがグミになったっぽいですAKB ですねはい、ではあ、もうないですね、もうない、これはあります、タケルチーズはコンビニにある、それ買ってみたい、ありました。これはこれそれこそセブンイレブンだったかなで買いました、セブンだけに
だからぜひぜひ共有しましょう、一緒に。やっぱり7種類ミックスした味なんだこれ。え、どれから食べようかな。とりあえずまずやっぱ食べたことがあるこのコラーゲングミ、コラーゲングミでいきます。めっちゃ茶髪に見える。なんか確かに見えますね。なんか照明がオレンジです。ここいつもは白っぽい照明。え、なんか誰もいないのにガタって言ったよ。大丈夫です。あー、それはいるねとか言うのやめてもらってもいいですかね。後ろ壁だもん、すぐそこ壁だもん、いないもん。あ、ごめん、それ俺、あ、だよね、そうだよね、滝沢さんだよね、私じゃない、誰でもない。よし、じゃあ気を取り直して、ね、後ろにいるって言わないで。気を取り直して、これいい匂い。なんかこれ何味だ、グレープフルーツ味、いい匂いがします。硬いです、とっても。後ろにグミがいる。それは嬉しいかも。うん、硬い。うん、よく噛んでお召し上がりくださいって書いてあります。なんか形的にはあの水グミっていうのがあって、水グミの形にすごい似てたんですけど、水グミは結構柔らかいのに対してこれは結構硬いです。顎の力が必要。はい、グミが好きなんですよね。そうです、グミが一番大好きです。こんにちは。どこに売ってる？これはコンビニに売ってることもあるんですけど、なんかサプリだから薬局とかの方がもしかしたら売ってるかもしれないです。あ、テロップ書かなきゃ。ビスさんイベント中です、ありがとうございます。桃、よし。薬局のが売ってるかもしれないですね。そのドラッグストアとかに売ってるかもしれないです。いともちゃん、ディズニーシーは行ったことはありますよ。タワーブテラー大好き。はい、では次コロロが2つあるからコロロ食べてみます。食べてみますとか、どっちも食べたことあるんですけど、あのこの美味しさをやっぱり共有 したいので皆さんに。なんか結構昨日紹介し、こっち紹介してこう食べたよって言ってくださる方もいっぱいいて嬉しいです。ういや、あ、しゅんちさん仕事に戻ります。あー、頑張ってください。ありがとう、来てくれて。よし、はい、メロン味気になる、気になりますよね。これコロロ美味しいんですよ。これはコロロはあの果汁の匂いがすごい、もう食べる前からもうメロンの匂いが素晴らしいです。初心者にはどのグミがおすすめなの？なんかその食べる方の好みにもよるんですけど、多分硬いグミだったらちょっとわ、買ったってなっちゃうかもしれないから、柔らかめの
グミがおすすめ、果汁グミとかフィットチーネグミとかで、コロロはなんかグミっていうよりなんかもうもはや、おこうくんありがとうございます、もはやなんかもうブドウって感じだから、なんかグミの中では結構ハイレベルかもしれないです。じゃあいただきます。うん、ヤミー。うんうん、このこれなん、どうやって作ってるのか全然わかんないんですけど、この皮みたいな、オブラートに包まれたような感じの食感、こうプチッと食感があります、コロロは。なのでこれが好きですね。解体系系と柔らかい系どっちが好き？グミは硬い方が好きです。噛み応えある方が。ヤミー。ではこっちシャインマスカットの方もいただきます。うん、ヤミー。うん、なんかシャインマスカット最近食べてなかったから、メロンがコロロの中で一番美味しいかもって思ってたんですけど、お、あやりパパさんありがとうございます。メロンが一番美味しいかもって思ってたんですけれども、やっぱり美味しいですね。シャインマスカットは、シャインマスカットはやっぱブドウなだけあって、皮ごと食べれるブドウじゃないですか、これって。だからもうグミにしてももう似てる、似てて、でもなんか果汁がジュワっていうよりかはなんか風味と匂いとその味がすごいふわって広がります。美味しい。でも私コロロの欠点がありまして、コロロの欠点はこんだけ美味しいから、あのたくさん食べちゃうのにすぐに食べ終わってしまうところ美味しいから、あの結構内容量は他のグミに比べると少なめかなって思ってて、だからあのもう一瞬で食べ終わっちゃうんですよ、もう10分くらいでだから一袋で何キロカロリーの、え、何キロだろう、一袋131キロカロリー、こっちがで、こっちが109キロカロリー、メロンのがちょっとだけ低かったはい、という感じですね。でもこの少なさがちょうどいいのかもしれないです。どんどん食べたくなっちゃうのかも。果汁入ってるの？果汁は分かんないです。入ってるのかな？あ、でも果汁塩って書いてあります。こっちはピューレ塩、こっちは果汁塩って書いてあります。薬局で買いましたか？これはコンビニで買いました。基本私がグミ探すのってコンビニか、あと海外のグミだったらあのカルディとか、カルディさんとかで探します。クラボーさんありがとうございます。はい、おいしい。ぜひコロロ、お、エイさんありがとうございます。シャインマスカット食べてる感ありますか？もうあります。これシャインマスカットが食べたいときに代わりにこれ食べても満足できるくらいグミのティアリスト SS ランクですかSS ランクになりたいです。あ、佐藤直人さんありがとうございます。はい、お、昨日タフグミ買ったよ。タフグミも今日買うか迷ったんですよ。あ、まことのすけさんありがとうございます。買うの迷ったんですけど、タフグミってすごい硬いんですね。だからなんか食べてたら顎疲れちゃうかなって思って一旦控えました。また今度食べます。では次に行きます。一旦イエモンを挟みます。
口をリセット。何にしようかな。どうしよう。一旦グミじゃなくてこれを挟みたいと思います。ハイチュウ。これ何気にこう結構ずっと売ってる、よく見かけるんですけど、買ったことなくて初めて食べます。味が4種類あるみたいなので1個ずつ食べています。4つ味あります。ペタグーは好きですか？ペタグー大好きです。ペタグー硬いですよね。そういうグミが大好きなんです私。ではまずはこれは、え、ちっちゃい、え、すごいちっちゃい、黒目と同じくらい。ぶどう味食べます。おいしい。ぶどうスカッシュなのでなんかちょっと炭酸感があります。なんかただのぶどうじゃなくてなんか炭酸感。お、食レポお願いします。任せてください。あ、クロロルシルフルさんありがとうございます。で、なんかなんかさっき食べたこれ、こっちが結構かなり硬かったからハイチュウも固めなのかなと思いきやそこまでじゃないです。なんか柔らかいチューイングキャンディって感じです。次はソーダ味を食べます。もうこれはソーダが食べたい方にど真ん中の味、もうザソーダって感じの味がします。なんか粒の周りが多分糖衣でちょっとコーティングされててちょっとパリやわみたいな感じです。ソーダ飲みたい時にソーダがちょうどあるとは限らないもんね。そうですよね。ソーダ飲みたい時にソーダがなかったらこれを食べればいいんですよ。はい、では次はメロンソーダ。結構中身もじゃーん、いっぱい、ちっちゃいからいっぱい入ってて、これだったら多分1日持っててもなくならなそうな感じしますね。なんか私はとかはもう本当に一瞬で食べ終わっちゃうから、これだったらなんかなんだろう、結構作業しながらとか、なんか例えばパソコンしながらとかこうどんどんお菓子に手伸びちゃうじゃないですか。これだったらなくならないかも。ではこれを食べます。メロンソーダ味。ちゃんとメロンの味がします。すごい、さっきと同じ味がする。メロンがふわって香って、でもやっぱりメロンソーダなのでこの炭酸のちょっとスカッシュ感が最後に残ります。夜ご飯前にそんな食べてたらママに怒られるで。夜ご飯今日多分食べれないんですよ、リハがずっとあるので。だからちょっとつまみ食いっていうか隙間時間にも食べれるかなと思って。グミは、あと何味だっけ。コーラだ、コーラ。ちょっと一回イエモンタイム。は
帰りが来たら帰りにたくさんグミをお裾分けします。グミ同盟組んでるんです、帰りちゃんと。ではコーラ、コーラはこれですね。じゃらーん、いただきます。うん、お、なんかコーラは他のグミは、グミじゃない、これの他の味は最初に果汁の、果汁とかその本来の味がして、最後口からなくなる直前くらいにスカッシュのちょっとソーダ感が来てたんですけど、これはまずこの炭酸のシワシワ感がきます。でもうコーラです。これもコーラが飲みたくなった時もこれを飲めば、お、バディさんありがとうございます。コーラを飲みたくなった時にもこれを飲め、食べればもう飲んだことになります。っていう感じですね。カイリちゃんとグミ愛どっちが強いかな。どっちだろう。でも最近カイリはグミも好きなんですけど、タピオカに浮気をしていて、カイリちゃんタピオカをよく飲んでいます。なので私の方が一途さは強いかもしれないです。でもタピオカ美味しいですよね。私も好き。牛タングミとかあったら面白そう。面白そう、面白そうだけどどんな味になるんだろう。でも確かにグミってお菓子だから、なんか甘い、全部甘いじゃないですか。グミをが甘くないといけないっていう概念を覆したらすごく新しいものが生まれそうな気がします。牛タン味って甘くないじゃないですか。だから、北海道にはジンギスカンキャラメルがあるらしい。ちょっと興味深いですね。どんな味なんだろう、ジンギスカンキャラメル。でもキャラメルだから甘いですよね。なんか不思議になりそう。餃子味とか、餃子味、微妙ですねそれは。でも餃子が食べたいときにこれを食べれば OK な餃子味ができたらいいかも。すき焼き味のグミ希望。すき焼き味、やっぱりすき焼きはそのまま食べたいかも。牛タンもですけど。全部グミ、全て代用すなんで。やっぱりグミはフルーツと掛け合わさってるのが一番美味しいと思うんです。私がの好みもありますけど。お、バディさんありがとうございます。あ、アメリカにタイヤ味のグミあったよね。あ、ありますよね。ハリボーの種類の一つだったっけ。なんか世界一まずいグミだったっけな。なんかあって、タイヤ味のグミがあるんですよ。なんか真っ黒のこう渦巻き状のグミ。でもタイヤ味、タイヤなんて食べたことないんですけど。どんな味なんだろう。でまず噛み切れるのかな、タイヤ味。肉の味のグミはもうカルパス。確かにカル、じゃあ美味しいかも。食べたことある方いるんですか。あ、ワイプさんありがとうございます。ハリポタの百味ビーンズみたい。確かに百味ビーンズもすごいいろんな味がありますよね。私も百味ビーンズ自体は食べたことあるんですけれど、ちょっと
そのいろんな味があるじゃないですか。勇気が出なくてすごい安全なやつしか食べなかったですちょっと怖かった。でもお友達と一緒に食べたんですけど、お友達は食べてましたお、ヤギヤギさんありがとうございますペタグミのソーダ、ペタグミのソーダ味探してるのにない。え、そうなんですか。確かに見てないかも。私もソーダ味すごい今人気ですよね。私も食べたことないから食べてみたい。ペタググミ大好きなので。はい、ではそろそろ次のグミいきますね。ちゃんとこうやって一個一個リセットしないと口の中が混じっちゃうので、しっかりとね食レポをするために、よいしょ。よし、ではどれにしよう。今残ってるのがこの3つなんですよ。ちょっとこれとこれクソ癖強じゃないですか。だから最初ちょっと真ん中にこのシャリインを挟めるようにこの順でいこうかな。ずんだシェイクからいって最後紙セブンで締めようかなえ、ずんだ最後のがいいですかでも最後やっぱこれがいいからこれにします。ずんだ食べます。ずんだシェイク味。え、どんな味なんだろう。ずんだシェイク飲んだことないんですよ私。実はこう仙台にツアーでも行かせていただいたんですけど、なかなか買う時間がなくて。うわ、え、すごい枝豆の味する。味じゃない、間違えた、匂いあ、ミラーボールだ。あ、佐藤の音さんありがとうございます。え、あ、でもいい匂い、大豆好きだからいい匂いします。でもなんか思ったより匂いしてびっくりした。あとなんか周りに白い粉がかかってます。じゃあいただきます。ん？めちゃめちゃずんだの味がする。そりゃそうですけど、なんかすっごいずんだの味、そのまま。え、どうなんだろう、なんか多分好みによるんですけど、ずんだが大好きな方は絶対好きです。あ、19期さんありがとうございます。もうずんだずんだって感じですで食感はすごい柔らかい丸い感じで、もうふにゃふにゃって感じ。うん、ずん、これはですね、ずんだがすっごい好きな方向けです。あ、ずんだ餅とは違いますか。あ、それかも、ずんだ餅です。ずんだ餅かも。なんか食感的にももちもちだし、もう味はもうまさにずんだだし、だからもうなんかずんだ餅、お土産のずんだ餅って感じ。ずんだ餅が食べたくなったらこれ食べれば OK でもずんだシェイク味だから、なんかやっぱ甘みは結構多めです。シェイクっぽい感じで甘いずんだ餅って感じです。もうこれはこれで
なんかなんだろう、たまに食べたくなる美味しさでした。ぜひちょっと興味ある方は買ってみてください。なんかそう、なんかあんまりよく見るグミではないですけど、これはニューデイズだったかなって買いました。ちょっと口をリセットしないと。ちょっとやっぱ自分のグミの好みがあれなんですよ、果汁系フルーツのグミがすごい大好きだから、やっぱり私がこう紹介してしまうと、そのコロロとかやっぱりどうしてもコロロとかブドウ系のグミとかをおすすめします。いつもお、いともちゃん明日行く、お、やった、楽しみにしてます、待ってます。ずんだの後に緑茶いいですよね。はい、ではでは、これだ。あ、そう、ピュレグミすごい私大好きです。このシャリイングミを食べます。これも結構新しめのグミっぽいです、カバヤさんの。よし、これは爽やかレモン味で、このグミの面白いところはグミの中になんかシャリシャリの粒が入ってるみたいで、なんか食感がこうザクザク食感らしいです。あ、困ったわ、おちょおちょ、あ、ひろきさん、あ、いつもありがとうございます、嬉しい、くまさんかわいい、中がシャリだからシャリーン、確かにそういうことか。では、え、すごい、なんか、え、形と見た目、多分画面じゃ伝わらないんですけど、なんかなんだろう、他のグミってこうもちもちしてたり、あと周りに粉がついてたりとか、ちょっとこうツヤツヤしてる系か周りに粉がついてる系かどっちかなんですけど、なんかこれはなんかシリコンみたい見た目がすごいマットな見た目です。では食べます。お、シャリシャリしてる、うん、酸っぱい、うん、酸っぱく、あ、バディさんありがとうございます。酸っぱくないです全然、でもレモンです。あ、石井さん頑張ってください、ありがとうございます。え、音聞こえてるんですかこれ、キャー、恥ずかしい、聞こえてないと思ってた今まで、恥ずかしい、え、大丈夫かな、なんかすいません、なんかその咀嚼音苦手な方いらっしゃったら本当に申し訳ないです。ASMR みたいになっちゃった。これはとすごく中がシャリシャリして、なんかちょっとなんかなんだろう、ひんやりした感じがちょっとしました、気のせいかもしれないんですけど、なんかちょっと涼しげな感じなんかグミの涼しげっていうのちょっと難しいんですけど、なんか涼しげでした、ちょっとひんやりを感じましたね。で、シャリシャリだからグミってすごいもちもちしてたりするんですけど、すごい新食感です。これはちょっとなんか今まで食べたことないような感じのグミです。しかもレモンだから爽やかだから、そのこってりしたものの後とかに食べたら、あ、奈良おじさん虹ありがとうございます。こってりしたものの後とかに食べたらすごいスッキリするかも、なんかミンティアムの代わりみたいな感じになりそう。すごいシャリシャリしてて美味しい、これはいいですね。なんか爽やか系だったら結構食べたい方いっぱいいらっしゃるかなって思うんですけど、とっても美味しいです。はい、ラーメン食べた後に良さそう、確かにそういう感じ、
なんかちょっとすっきりしますし、レオタさんありがとうございます、ちょっとすっきりしますし、なんかシャリシャリがちょっと、これは何なんだろう、なんか面白いですね。しかもなんかパッケージかわいい、パッケージかわいいから買いやすい、持っててもちょっと嬉しい感じです。お、カーズさん初見です、ありがとうございます、嬉しいです。ちょっとイエモンを食べます。パケ買い、グミって結構パケ買いしがちじゃないですか。私は結構パケ買いしがちなんですけど、なんかパッケージが可愛かったりとか、なんか持っててテンション上がるのとか結構いいですね、買っちゃいます。じゃあイエモンのパケ買い、イエモンはパケ買いじゃなくて、なんか自動販売機で買ったんですけど、これ自動販売機でお水買おうとしたら全部売り切れてて、なんかそのあとはなんかエナジードリンクみたいなのしか残ってなくて、いい感じに飲めそうなものがこの家もんしかなかったんです。だから家もんにしました。みんな喉乾いちゃいますよね。水売り切れてました。ではこちらの、お、こっち神セブングミ、 AKB の神セブングミ、全然 AKB と関係ないと思うんですけど、これを買い食べます。これは何なんだ、農協食品さんが作っていらっしゃるやつですね。なんかすごい、日本エールとあなたの街に住みますプロジェクト、なんかすごい珍しいですね、こんなグミは。あ、これはなんか味が1種類なんですよ。7種類のフルーツが混ざったフルーツミックス味らしいです。だから、お、みちゃんありがとうございます。7個の種類が入ってるんじゃなくて、7個の味、フルーツがフルーツミックス味になってギュッて1個の粒に入ってるらしいです。だから7個の味がするってこと、1粒食べたら。すごい、ちょっと癖強ですね。でも美味しいものが集まってるってことは美味しいってことですよね。あ、ゼロさんありがとうございます。ちなみに中に入ってるのは富山県産のジャンボスイカと、あ、このこれが1位なんだ、1位なのが山梨県産のブラックキング。え、ブラックキングって何ですか、分かんない、なんだろう。で第3位の長野県産のシャインマスカット、おー、これは美味しいですね。で次、北海道産の夕張メロン、うわー美味しそう、何なんだろう、ブドウかな、ブラックキング、夕張メロンは絶対美味しい。で次、群馬県産弥生姫いちご、おー美味しそう、あまおう、あまおうは福岡か、あとは福島県産あかつき桃、桃桃美味しそうです。福島の桃は絶対美味しい。で次、愛知県産のみかん、おー、みかんいいですね。柑橘系1個しかないね。でもなんか全部美味しそうだけど、なんかそれが混ざってるフルーツミックス味だから、果たしてどんな味になってるんだろう。あ、待って、今みかんのパーセント多かったはずっていうコメント
今見かけたんですけど、その通りでした。なんか入ってるそのこのフルーツのパーセンテージが書いてあるんですけど、みかんが 50.8% 入ってるほぼみかん、半分みかんで、あとが 8% ずつとかそのくらいですね。じゃあみかんの味なのかな。均等に混ぜると味のバランス取りにくいのかな。確かにそうなのかもしれない。やっぱ均等に7個この美味しいフルーツ全部混ぜちゃったら、ちょっとパンチすごすぎて食べた人気絶しちゃいそうだからいい感じのちょうどいいセンターがみかんでもセンターは1位のこのブラックキングさんです。ぶどうなのかな、わかんない。ぶどうだ、ぶどうなんだ。センターはぶどうですではセンターがぶどうだけどみかん 50% のこの神セブングミ食べてみようと思います。え、あ、すごい、なんか結構大きめかも。ほら匂いはフルーツミックスの味がします。うん、匂いはフルーツミックス、なんか何かの果汁の味が強いっていうわけじゃ、味じゃない、匂いが強いってわけじゃなくって、もうそのまんまフルーツミックスの匂いがする。そう、粉ついてる。ちょっとじゃあ食べてみます。うん、モンスターさんありがとうございます。うん、美味しい、ジューシー、うーん、うん、みかんを感じます。やっぱり柑橘のなんかそのちょっと酸っぱさがちょっとあって、うん、美味しい。え、音が先に聞こえてる？え？え、なんか、え、難しい。でもやっぱみかんはやっぱすごい感じました。え、映像と音ずれてる？